マイケル・キャリックはイギリス・タイン・アンド・オヤヤ州・ウォールズ・エンド出身の元サッカー選手。マンチェスター・ユナイテッド FC ではキャプテンを務めていた。ポジションはセンターハーフを務めている。キャリックは1997年にウエストハム・ユナイテッドに加入し、2年後には FA ユースカップを獲得した。デビューシーズンにはスー・インドンタウンとバーミンガムシティの2つのクラブへの ローン遺跡を経験した。2000から01シーズンにはトップチームでポジションをつかみ、チームがカブリーグに降格して迎えた2003から04シーズンに昇格を目指して戦うチームで活躍し、ディビジョン1のベストイレブンに選出された。ハマーズでは150試合以上に出場したが、2004年に350万ポンドと言われる遺跡金でロンドンのライバルクラブである。 トッテナムホットスパーに移籍が決定した。スパーズでは2006年に1800万ポンドでマンチェスターユナイテッドに移籍するまで75試合に出場し2ゴールを記録した。マンチェスターユナイテッドでは移籍初年度からレギュラーポジションを確立し50試合以上の試合に出場するとともに2006から07シーズンのリーグ優勝に貢献した。翌シーズンにチームは チャンピオンズリーグ決勝に進出し、PK 戦ではキッカーを務め成功を収めた。2008から09シーズンは、リーグ戦では3連覇を達成し、2シーズン連続でチャンピオンズリーグ決勝に進出したが、FC バルセロナに敗れた。イングランド代表では U-18、U-21、B 代表、A 代表を経験している。2001年に A 代表デビューを果たし、 31キャップを保持しているが、未だゴールは記録していない。キャリックのポジションは、スティーブン・ジェラード、フランク・ランパード、ギャレス・バリー、スコット・パーカーが起用され、2012から13シーズンまでこうした状況は続いた。2006フィ f ファワールドカップ、2010フィ f ファワールドカップのメンバーである。キャリックは、タイアンドウィアのウォールズ・エンド・ニビンスとリン夫妻の間に生まれ、 5歳の頃にはサッカーに親しむようになっていた。子供の頃は入滑するユナイテッドのファンであった。また、土曜日の夜には父親がボランティアをしていた、ウォールズエンドボーイズクラブで5人制のサッカーをしていた。12歳でカルダーハイスクールに入ると真剣にサッカーに取り組み始め、ウォールズエンドの U-16 部門でプレーするようになり、イングランドのクラブ選抜にも選ばれた。 13歳の時には BBC のライブキッキングという子供向けの番組に取り上げられ1995年2月4日にエピソード49で紹介された。進学を前にウエストハムユナイテッドに加入したが当時のポジションはセンターフォワードでありウエストハム以外でミッドフィールダーを務めることはなかった。ウェスタンミドルスクールとバーンサイドコミュニティハイスクールで学び 1997年に全科目の GCSE を取得した。キャリックには4年下の弟、グレームがおり、ウエストハムユナイテッドに所属していたが、複数箇所の怪我を負ってしまい、現在は FA でコーチを務めており、入滑するユナイテッドアカデミーの U-10 と U-16、チームノーザンブリアでコーチを務めていた。キャリックはピラティスのインストラクターを務めていた。 リサラフヘッドと2007年6月16日に、レスターシャーで指揮を挙げた。二人は共に、学生の頃から交際を始め、娘のルイーズ、息子のジェシーがいる。キャリックは1998から99シーズンに、FA ユースカップを制したメンバーであり、2試合、K 級から0で勝利した、コベントリー式戦では2ゴールを挙げた。当時監督を務めていたハリー・レドナップによると、 キャリックのキャリアのスタートはフィジカルの問題と急成長による怪我のためにシーズンをほぼ棒に振ってしまったことが難しくしていた。トップチームデビューは1999年7月24日に1から1で引き分けた UEFA インターとトカップの FC ヨケリトとのアウェー戦であり5週間の8月28日に行われたブラッドフォード式戦に リオハーディナンドと交代で出場し、リーグデビューを果たした。1999年11月に1ヶ月のローンでスウィンドンタウンに加入し、ノリッチシティとのホームゲームでデビューを果たすと、11月23日に行われたチャールトンアスレティック戦で、プロとしての選手キャリアで初ゴールを記録した。キャリックは良いプレーを見せたが出場した6試合で勝ちを挙げられず、 2000年2月にはバーミンガムシティに再びローンで加入したが、そこでは2試合の出場に止まった。ウエストハムに復帰すると4月22日に行われ、5から0で勝利したコベントリー式戦でウエストハムでの初ゴールを記録し、シーズン終了後にはウエストハムユナイテッドの最優秀若手選手に選出された。2000から01シーズンは公式戦41試合。 リーグ戦では33試合に出場し、2005年までクラブに止めておくために新たな契約を提示された。2001年4月20日にはチームメイトのジョーコールと共に PF 年間最優秀若手選手賞にノミネートされたが、4月29日に同賞はリバプールのスティーブン・ジェラードに贈られた。翌シーズンもチームで活躍を続け、公式戦32試合に 出場、2001年10月24日に行われ、2から1で勝利した、チェルシー戦での先制ゴールを含めにゴールを挙げ、クラブの年間最優秀選手に選ばれた。素敬部の怪我により、UEFAU-21 欧州選手権2002に出場するイングランド代表 U-21 のメンバーからは外れた。2002から03シーズンは、キャリック自身も怪我に苦しみ、 チームもシーズン終了後に、ディビジョン1への降格が決定した。ジョー・コール、フレデリック・カヌーテ、ジャーメイン・デフォーといった面々はクラブを去ったが、キャリックは残留し、昇格を目指して、戦うことになった。2003から04シーズン、チームは、最終日に4位に入り、プレーオフへの進出を決めた。決勝では、クリスタル・パレスに0から1で敗れたが、キャリックは、ディビジョン1の、 ベストイレブンに選出された。ディビジョン1で1シーズンを過ごしたキャリックは、本音を言えば、ディビジョン1でそれほど長くプレーしたいとは思っていない。と、プレミアリーグへの移籍を検討していた。ポーツマス、アーセナル、エバトン、ウエストブロムウィッチ、アルビオンと多くのクラブとの噂が流れたが、2004年8月20日、ウエストハムとトッテナムは、クラブ間で合意し、キャリックは、 メディカルチェックを受けることになった。メディカルチェックをクリアし、4日後に350万ポンドの遺跡金で遺跡が成立した。リザーブチームで調整をしていたが9月14日に負傷し、トップチームデビューは遅れることになってしまった。23番のユニフォームをまとい、トップチームデビューとなったのは10月18日に行われ1から0で敗れたポーツマス戦であり、 交代で出場した。チームには馴染んでいたが、ジャック・サンティニはキャリックをメンバーから外すことも少なくなかったため、メディアは、サンティニではなくダイレクターのフランク・アルネセンが欲し,し、サンティニが本当に欲しかった選手ではなかったのではないかと推測していたが、真相はわからなかった。サンティニに代わりマルティヨルが監督に就任すると、キャリックは中盤でレギュラーとしてプレーをするようになった。 11月9日に行われたリーグカップのバーンディー戦で初めてスターティングメンバーとして出場するとロビーキーインのゴールをアシストし3から0の勝利に貢献した12月18日に行われ5から1で勝利したサウサンプトン戦では試合に影響を与える活躍を見せた最終的にリーグ戦では29試合に出場したが無得点に終わりチームも9位で UEFA カップの出場権にも届かなかった。2005年12月3日に行われ3から2で勝利したサンダランド戦でトッテナムでの初ゴールを記録し4月8日に行われたマンチェスターシティ戦で2ゴール目を挙げた。4月22日に行われたノースロンドンダービーでは1から1の引き分けに終わった試合で活躍を見せた。5月7日に アウェイのウエストハム戦に備えて宿泊したホテルで食中毒が発生し、トッテナムの選手も10人食中毒を患ったが、キャリックはその中の一人であった。試合には、なんとか出場することができたが63分で交代し、チームも1から2で敗れた。この敗北により、アーセナルに4位の座を譲り、チャンピオンズリーグの出場権を逃す結果となった。 2005から06シーズンはパスとクロスでチャンスを演出し、アシスト数は二度と並んでチームトップであった。2006から2008シーズン2006年12月9日に行われたマンチェスターダービー中のキャリック6月10日、トッテナムはロイキーンの後釜を探すマンチェスターユナイテッドからのオファーを断ったことを明らかにした。翌日にマルティヨルは キャリックのような選手を失いたくはない。おそらく彼は我々のチームの中盤の選手で昨シーズンは一番だった。と話した。7月28日、トッテナムはマンチェスターユナイテッドとキャリックの移籍についてクラブ間で合意したことを発表し、3日後に選手個人とも合意したことが明らかとなった。その1週間前には合意がされていたにもかかわらず、 スパーズが証券取引所に声明を出すまで遺跡金は公表されなかった。ユナイテッドのチーフエグゼクテティブを務めていたデイビッド・ギルは遺跡金1400万ポンド、活躍に応じて1860万ポンドまで上がる内容であることを確認した。その当時ユナイテッド史上6番目に高価な選手となり、ロイキーインがつけていた16番の背番号が与えられた。 2006から07シーズンはアムステルダムトーナメントのアヤックス戦で負傷した影響で開幕には間に合わなかったが2006年8月23日に行われたチャールトンアスレティック戦でデビューを果たし3日後に行われたワトフォード戦で初めてスターティングメンバーとして出場した2007年1月13日に行われたアストンビラ戦でユナイテッドでの初ゴールを記録し 2月17日に行われた FA カップのブラックバンドオーバーズ戦でキャリア初となる FA カップでのゴールを挙げた。4月10日に行われ7から1で勝利したチャンピオンズリーグ準々決勝のローマ戦でチャンピオンズリーグでの初ゴールを記録した。チームは準決勝の AC ミラン戦に2試合、計3から5で敗れたため、リバプールとの同国対決となる決勝戦は、 実現しなかったが、ユナイテッドでの最初のシーズンは、プレミアリーグ優勝を果たした。2007から08シーズンを前に、クラブは、オーウェン・ハーグリーブス、アンデルソンを獲得したため、キャリックは自身のポジションが保証されていないことを理解していた。2007年10月に行われた、ローマ戦で肘を骨折し、6週間チームを離脱することになったが、11月3日行われた。 アーセナル戦で復帰し、2008年2月10日に行われたマンチェスターダービーではアディショナルタイムに決勝ゴールを挙げた。チェルシーを抑えリーグ戦では2連覇を達成し、リオファーディナンド、ウェズ・ブラウンと共に契約延長のオファーを受けた、キャリックは5月18日に4年間の契約延長にサインした。チームはチャンピオンズリーグ決勝にも進出し、5月21日に 行われたチェルシーとの決勝戦ではキャリックはフル出場を果たした。試合は延長戦を終えても1から1のまま決着がつかず PK 戦に突入しキャリックは2番目のキッカーを務め成功した。最終的に PK 戦を6から5で勝利しキャリックは初めてヨーロッパのタイトルを獲得した。2008から2012シーズン2008から09シーズンは開幕戦で 入荷するユナイテッドをホームに迎えたが、キャリックは足首を負傷し25分で交代を余儀なくされた。3週間チームを離脱することになり、8月29日に行われる UEFA スーパーカップは欠場することになった。9月21日に行われたリバプール戦で復帰したが、吉部ナユンのタックルを受け、ハーフタイムに交代した。3日後に足を骨折しており、 6週間チームを離脱することが発表された。11月1日に行われたハルシティ戦でシーズン初ゴールを記録し、2009年5月13日に行われ2から1で勝利したウィガンアスレティック戦ではカルロス・テベスのゴールをアシストし、自身もゴールを決めた。このゴールはユナイテッド加入後に初めてアウェーへの試合で決めたゴールであった。 チームは18度目のリーグタイトルを獲得し、キャリックはユナイテッド加入後3シーズン連続でリーグ優勝を経験することになった。チャンピオンズリーグでも2シーズン連続で決勝に進出したがバルセロナに敗れ、キャリックは自身のキャリアを通して最悪の敗戦だったと話した。試合はただ目の前を通過するようで何もできないまま終わった。 試合全体を見て異なる印象を抱くようであれば、それはこの試合とは別のものだと思う。2009年のチャンピオンズリーグ決勝で、リオネルメッシュと対峙する、キャリック2009から10シーズンは、VFL ボルフスブルク戦でシーズン初ゴールを挙げ、2ヶ月後に行われた、エバトン戦で、リーグ戦での初ゴールを記録した。ディフェンスラインに欠場者が多く、ギャリー・ネビルが途中交代した。 ウエストハムユナイテッド戦でキャリックはセンターバックを務め4から0の勝利に貢献した。キャリアを通してディフェンダーを務めたことはなかったが、アレックス・ファーガソンはキャリックのプレーを称賛した。12月8日に行われたボルフスブルク戦ではパトリス・エブラ、ダレン・フレッチャーと3バックを構成し、再びディフェンダーとしてプレーすることになったが、チームは3から1で勝利した。 2010年1月25日に行われたリーグカップのマンチェスターシティ戦ではキャリア初となるリーグカップでのゴールを記録した。2月6日に行われたポーツマス戦のゴールは一度リチャード・ヒューズのオンゴールと判定されたが試合後に行われた委員会の審議によりキャリックのゴールに変更された。2月16日にサンシーロで行われた AC ・ミラン戦では アディショナルタムにアレシャンドレ・パトに抜かれたパトリス・エブラをフォローしたが、2枚目のイエローカードを提示され、キャリアで初めてとなる退場処分を受けた。チームは2シーズン連続でリーグカップのタイトルを獲得し、キャリック自身も初めて決勝戦に出場したが、リーグ戦ではチェルシーに1ポイント届かず、ユナイテッドに加入後初めてリーグタイトルを逃す結果となった。 2010年8月6日、プレシーズンマッチのリーグオブ、アイルランド選抜との試合で負傷した足首の影響により、キャリックは2010から11シーズンの開幕戦には間に合わないとの発表がなされたが、2日後に行われた、コミュニティシールドにスターティングメンバーとして出場し79分間プレーした。ファーガソンは、彼は昨日戻ってきた。もう大丈夫だといい練習に参加して、 試合に出場したいと言ったのだ。と話した。2011年3月3日に新たに3年間の契約を結び、4月6日に行われたチャンピオンズリーグのチェルシー戦では、キャリックのパスからウェイン・ルーニーのゴールが生まれ、試合後にはパフォーマンスが賞賛を集めた。2011から12シーズンもプレシーズンの試合で、追った怪我の影響で欠場すると言われていたが、 コミュニティシールドの試合にスターティングメンバーとして名を連ねた。12月18日に行われた QPR 戦でシーズン初ゴールを挙げ、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。2012年1月8日にユナイテッドでの公式戦250試合出場を達成し、2月16日に行われたヨーロッパリーグのアヤックス戦ではキャリア通算500試合出場を達成した。 2012から2014シーズン2012から13シーズンの開幕を前にディフェンスラインに怪我人が多く、キャリックはセンターバックとして開幕戦のエバトン戦を迎えたが、経験不足からマルアンフェライニーにその試合唯一のゴールを許しチームは敗れた。2戦目のフラム戦でもセンターバックを務めた。チャンピオンズリーグのガラタサライ戦で、香川のアシストからシーズン初ゴールを挙げた。 11月22日には1年間の延長オブションのついた2015年までの契約を結んだとクラブから発表された。2012年11月24日に行われた QPR 戦でメンバーから外れリーグ戦でのスターティングメンバーとしての連続出場記録は33試合で途絶えた。2013年4月には PF 年間最優秀選手賞の候補に選ばれ、 アーセン・ベンゲルは彼は質の高いパサーであり、バルセロナでも完全に適応してプレーできるだろう。広い視野と知性を持った選手だ。と話し、個人的にはキャリックが受賞にふさわしいと述べた。最終的に投票の結果、同賞にはガレス・ベールが選ばれたが、キャリックはベストイレブンに選出された。また、選手間投票によりクラブの年間最優秀選手に、 選出された。2013年11月22日、ユナイテッドは1年間の延長オプションのついた2015年までの契約延長に合意したことを発表した。2013から14シーズンは、デイビッド・モイーズの下でチームが低迷したこともあり、キャリックも前シーズンのような活躍を披露することはできず、11月から12月にかけては、慢性的なアキレス腱の負傷にも悩まされた。 2014年2月には、ユナイテッドの元キャプテンであるロイ・キーインにプレーが単調であると非難され、全公式戦で42試合に出場したにも、かかわらず、キャリックのユナイテッドでのキャリアに会期的な目を持たれることもあった。2014、15シーズン2014年7月に行われていたプレシーズン中の練習で負傷してしまい、12週間チームを離脱する見込みとなった。 シーズン中の復帰は2014年11月2日に行われ0から1で敗れたマンチェスターシティ戦であり、クリス・スモリングの退場後はセンターバックを務めた。その試合ではマルコスのほも肩を脱球してしまったが、キャリックはセンターバックでプレーすることを楽しんでいると述べた。12月に本来のポジションに戻ると、マッチ・オブ・ザ・デイニの番組中に解説者のディートマー、 ハマンは12月中のユナイテッドの改善点の一つは、キャリックが復帰したことだと述べ、ユナイテッドはその後6試合全てで勝利を挙げた。2014年12月にルイ・ファン・ハール監督からクラブの副キャプテンに任命され、その直後に行われた BT スポーツのインタビューで、サー・アレックス・ファーガソンは、キャリックがイングランド人選手の中ではベストだと話した。 2015年3月15日に行われたトッテナムホットスパー戦ではマルアン・フェライニのゴールをアシストし自身も1年以上不利となるゴールを挙げチームの3から0の勝利に貢献した3月20日には1年間の契約延長に合意しクラブ在籍10年目を迎えることとなった2015現在2016年1月2日のスウォンジー戦にて マンチェスターユーでの400試合出場を達成した。FA カップ決勝では120分間プレーし、勝利に貢献し、6月9日マンチェスターユーとの契約を1年延長した。2016から17シーズンモーリーニョ監督が新たに就任。当初はあまり出場がなかったが、次第にモーリーニョからの信頼を得て出場が増え、2017年5月28日。 マンチェスターユーとの契約を1年を延長した。2016から17シーズン終了後、キャプテンであったウェイン・ルーニーが、エバートン FC に復帰することにより、キャプテンに就任する。2018年3月12日、2017から18シーズンで現役引退することを表明した。2009年2月11日に行われたスペイン。 代表戦のキャリックイングランド代表では U-18、U-21 レベルでの出場経験があったが、スベゴランエリクソン監督により2001年2月、初めて A 代表に招集された。しかし、2月28日に行われたスペイン代表との親善試合では、出場機会は得られなかった。それから3ヶ月後に行われたメキシコ代表との親善試合に、 デビット・ベッカムと交代で後半から出場し、A 代表デビューを果たした。2006年5月8日、キャリックは 2006FIFA ワールドカップに臨む23人の暫定メンバーに含まれ、最終的にメンバー入りを果たした。グループ B の3試合に出場機会はなく、決勝トーナメント1回戦のエクアドル代表戦が、 大会唯一の出場機会であり、スターティングメンバーとして出場したが、準々決勝のポルトガル代表戦は、オーウェン・ハーグリーブスが起用され、PK 戦の末に、イングランド代表の敗退が決定した。キャリックのポジションは、フランク・ランパードとスティーブン・ジェラードが起用されることが多く、エリクソンとその後任のスティーブマクラーレンの下で、スターティングメンバーとして出場したのは9試合である。 ファビオカペロ監督就任後に最初に招集されたメンバーには含まれず、就任1年目は呼ばれることはなかった。その後チェコ代表との試合に招集されたが、入滑するユナイテッド戦で負った怪我の影響により、招集は辞退せざるを得なかった。2008年11月に行われたドイツ代表戦との親善試合で再び招集を受け、ギャレスバリーと中盤センターを構成し、 二から一の勝利に貢献するとキャーリックをマン・オブ・ザ・マッチに選ぶメディアもあった。2010フィファワールドカップの予選では一試合しか出場機会はなかったが、2010年5月11日にカペットが大会前に向けて招集した30人のメンバーに含まれた。最終的にメンバー入りを果たしたが、本大会で出場機会はなく、チームも決勝トーナメント1回戦で、 ドイツ代表に1の4で敗れた。2011年8月6日、アレックス・ファーガソンは、怪我により2週間離脱するので、キャリックは、翌週の水曜日に行われる、親善試合には出場できないと話し、カペットは招集メンバーに加えなかったが、キャリックは8月8日に行われた、コミュニティシールドの試合に出場した。ベンブリースタジアムにはカペットも観戦に訪れ、 優勝メダルを受け取りに行く際に、キャリックがカペロの前を通り過ぎようとすると、カペットはキャリックに対し電話をかけるジェスチャーをした。2012年5月16日、ロイ・ホジソンが UEFA ユーロ2 0 1 2のメンバーを発表したが、そこにキャリックは含まれなかった。メディアからは驚きの声も上がったが、キャリックが事前に控えメンバーとして参加することを望まないと、 FA に話していたことが明らかとなった。しかし、代表引退はしておらず、代表チームが苦境に陥った時には力になってくれると説明がされた。8月15日に行われたイタリア代表戦で復帰し、フル出場を果たすと、最後の20分間はキャプテンマークを巻いた。2012年9月7日に行われた2014。 フィファワールドカップ予選のモルドバ代表戦に後半から交代で出場し、翌月に行われた3割の代表戦にはスターティングメンバーとして出場した。2012年10月17日に行われたポーランド代表戦ではスティーブン・ジェラードと中盤センターを構成し、2013年3月26日に行われたモンテネグロ代表戦でも再びタックを組んだ。 予選最終戦となった10月15日に行われたポーランド代表戦にもスターティングメンバーとして出場し、イングランド代表はワールドカップの出場権を獲得した。2014年5月12日、キャリックはワールドカップに出場する23名のメンバーには入らず予備登録メンバーに止まった。キャリックはディフェンスラインの前でプレーする。 守備的ミッドフィールダーであるが、典型的なフィジカル能力に優れ、また、それを活かしたタックルなどにより、ボールをダッシュする選手ではなく、試合の流れを読みスペースをカバーすることによって、相手の攻撃の目を積み、チームの助けとなる選手である。パスのチラシや供給範囲においては、ヨーロッパでもベストな選手の一人と考えられており、攻撃の起点となることはもちろん、 試合の組み立てにおいても重要な役割を果たしている。2006年のユナイテッド加入後は主に、ポール・スコールズが試合を組み立て、キャリックがより守備的な役割を果たすことにより中盤で効果的なペアを形成し、アレックス・ファーガソンやカルロス・ケイロスに認められることによって、これまでの縦に速いイングランド的なスタイルから、パスやポゼッションを重視するスタイルへとチームを変貌させた点について、 大きな影響を与えた。代表ギャップ数は少ないが、キャリックは控えめに見えるスタイルによって、フランク・ランパードやスティーブン・ジェラードなどの選手と比べ歴代のイングランド、代表監督に過小に評価されてきたとウェイン・ルーニーは指摘した。しかしながら、監督のルイ・ファン・ハールは、キャリックの知性と経験を評価し、ピッチ上の監督だと述べ、元チームメイトのスコールズとガリー・ネービルは、 チームのパフォーマンスに影響を与えるキャリックの重要性について絶えず称賛し、シャビア、シャビアロンソといった選手からも評価を集めてきた。ありがとうございます。